まず、あおちゃんに話をしたいんだけど、聞いてもらってもいい？うん。ユズとライムは、顧問の番人だった。顧問は、すべての人々の思いが集う場所。言い換えれば、全人類の名簿を見られる場所でもある。全人類の名簿？そう。顧問には、過去から今に至るまで、生きてきたすべての人間のフラグメントの情報がある。でもそこに、星崎青なんて人間はいなかった。いない？どういうこと？言葉通り、としか。星崎青という個体は、ライムたちが暮らした世界には存在しなかったんだよ。じゃあ私は何者なの？わからない。でもわからないことが重要なんだ。わからないことが重要？何それ。あおちゃん、そしてうたちゃん、あなたたち二人はライムたちにとって謎の存在なの。私もですか？謎。そういえば、私、あなたたちのお母さんが今どこにいるか知ってますよ。なんであなたがそんなことを。居場所を調べるなんて簡単です。私、神の力が使えますから。ウタさん、キヨリさんたちに神の力が使えるって話をしてたっけ？ウタちゃんが言っている神とライムたちが言っている神はちょっと違うんだ。ウタちゃんが言っている神は原種のこと。ひなちゃんがリフレクトしたものと同等の存在だね。もう一つの神、例えばキララちゃんが聞く神の声は世界システムからのもの。原種と世界システム、2種類の神がいるのか。正直、ユズたちから見たらどっちも人知を超えた存在だし、神みたいなものだよね。まあとにかく、そういう風にウタチンにも謎な部分が多いってこと。何せ敵だったからね。なるほど。悔しいけど、これまで調べてきた中にこの世界を救う決定的な解決法はなかった。だからユズとライムから見てもよくわからない二人。元の世界に存在しなかった星崎青、ずっと敵対していた駒川ウタ、残る可能性、いや希望は二人にしかないと思った。でもどちらにもものすごく大きなリスクがある。リスク？私の場合、クラックが起こる可能性があるということですよね。うん。次にあの規模のクラックが起きれば、この世界が持つかどうか正直わからない。うん。じゃあ私は？アオチンはそもそも心トープが存在しない。正規の手段で入ってきたわけじゃないから。そっか。あれ、じゃあ結城は？結城は正規の手段で入ってきたスパイみたいな感じかな。雫世界が生まれた時、
一緒にユウキちゃんの心トープもできた。でもアオチンは雫世界が生まれた後、途中で裏口から入ってきたみたいな感じだから。なるほど、後から入ってきたから私には心トープがない。だから心トープを作る必要があるんだけど、今から作るとなるとかなり危険な方法になる。危険な方法って？フラグメントを一時的に抜き出す。そうして無理やり雫世界とリンクさせて心トープを生み出す。ただし、フラグメントを抜き出せば心が失われる。え？それってつまり？当然、死なせないように最善の努力をする。考えがあるの、ユズ、ライム、それにみんな、全員の思いの力をかき集める。そして一時的に抜け殻になったアオちゃんの体と抜き出したフラグメントをつなぎ止める。心と体をつなぐ糸が切れないようにみんなに全力で抑え込んでもらうの。そんなことできるんですか？わからない、ユズたちもこんなことやったことないから。どちらかの心トープに行く必要があると思う。もちろん何もわからなければ両方行くことになるけど、アオちゃんの存在がユウキちゃんと同じように世界システムによる罠の可能性は捨てきれない。同じようにウタチンの心トープに行ってユズたちが全滅する可能性もある。でももうこれしかない。罠であっても危険でも突っ込むしか道がない。どちらを先に試すかは重要だと思う。今話した通り、どっちにも大きなリスクがあるから。リスク？いや、ものすごく簡単な話じゃない？え？アオチ、どういうこと？ウタさんの方は全滅のリスク、私の方は私一人が死ぬかもってことでしょ？なら私じゃん。そんな簡単な話じゃない。アオちゃんが犠牲になるなんて。希望がある時点で私の心は決まってたよ。星月さん、罠かもしれない。それでも私にかけてくれるんでしょ？なら私もユズとライムを信じる。ウタさんもそれでいいかな？はい。でも星崎さん、本当にいいんですか？うん、私は希望があるなら信じたい。やってみようよ。わかった。じゃあアオちゃんの心トープを開こう。絶対に成功させるから。うん。本気？星崎さん、それをOKしたの？相談したら反対されると思って。勝手に話を進めてごめん。ユズさん、大丈夫なんだよね？
信じてもらうしかないね。青ちゃん、私リフレクターとしてちゃんと言っておかないといけないと思う。私は思いを抜かれた人をたくさん見てきた。それの結果どうなってしまうのかもよく知ってる。本当に危ないことをしようとしてる。それでもやるんだね。うん、わかった。青ちゃんがそう言うなら。ユズ、ライム、やるからには勝算があるのよね。ある。でもそれはみんなにかかってる。私たち、みんなの青ちゃんへの思いの大きさ。青ちゃんの心からフラグメントが抜けている間、心をつなぎ止めるのはみんなの思い。もしこれが足りなければ、心の糸が切れて青ちゃんは二度と目を覚まさない。ああ怖いな。みんなが私のこと信じてくれなかったら死んじゃうかもな。青ちゃん、心外だよ。青ちゃんへの思いがその程度だと思われてるなんて。よく言った、ココロ。そうだぞ、あんまり私たちを舐めるな。わかってる、そう言ってくれると思ってた。うん、ユズ、ライム、私たちは思いを託すことしかできない。だから頼んだよ、青のこと。任せて、ひなちゃん。正直言えば怖いです。でも、もっと怖いのは星崎さんのはず。私は私にやれる限りのことをします。星崎さんの決意を無駄にしたくない。私にも何かできるでしょうか。できる。人を信じる心に規制はない。はい、ありがとうございます、クナさん。ユズたちも覚悟を決めよう。移動しよう、ユズとライムの心トープに。よろしくね。うん、それじゃあ始めるよ。青ちん、ゆっくり目を閉じて。何？みんな動揺しないで。何でもいい、青ちんとの思い出を、楽しかったことを思い浮かべて。楽しかったこと、止まって！
何がおはようよ、心配したんだから。ごめん、でもみんなのおかげでうまくいったんだよね。うん、なんとかなった、なんとかつなぎ止めたよ、アオチンの心。ああよかった、体張った甲斐があったね。体調とか大丈夫なの？あ、うん、てか前より元気なくらいだ。そうなんだ。眠っている間、なんだかすごく幸せな気持ちだったんだ。みんなの思いが私の心にも流れ込んできた。それがすごくすごく暖かくて。元気ももらった。ねえ、早速行かない？私の心トープ。もう行くの？うん、私自身も気になってるんだ。私が一体どこから来たのか、そして私が何者なのか。青がそう言うなら。よっしゃー、じゃあ早速準備しよう。私の心トープ、何が待ってるんだろう。するくらい平和だね。私の心トープ、何の特徴もない。これは私が過ごした街の景色だ。普通でどこにでもあるただの街並み。うわ、びっくりした。スマホが鳴ってる。なんだろう、このタイミングで鳴るなんて。え？青、なんて書いてあった？それが何も書いてなくて。通知だけ鳴ったってことですか？ってことは何かの間違いだったのかな。え、今度は何？何これ、まぶしい。一体何が。あれ、何も起きてない。いや、あれを見て。なんか出てきた。何あの歯車の塊みたいなやつ。さっきまであんなのなかったよね。え、突然出てきたってこと？青、これはどういう。わかんないよ、あんなの私も知らない。本人が見たことない物体がなんで心トープに。
これってどういうことですか？歩き回れば何かわかるんじゃないかな。そうだよね。どうなってるんだろう、私の心の中。私たちだよね。そうみたい。雫世界での思い出だよね。これも当然星崎さんの記憶といえば記憶だけど、随分と新しい思い出だね。なんだ、てっきりあのでかいのの記憶が蘇ってくるのかと思って構えてたのに。ちょっと拍子抜け。でも心トープって大切な思い出で作られるんでしょ？ならそれ、私たちのこと大切に思ってるって。何？はずいんだけど。青ちゃん、心トープを歩くっていうのはそういうことなんだよ。そうなんか。私、どうしたの？青、私スマホ落としちゃってさ、ちょうどここで拾ったんだよ。そういえば青、スマホ拾ったらいつの間にかここに来ちゃったって言ってたっけ？そう、いつ世界が変わったのかは分かんないんだけど、いつも通り学校に入ったら心がいて、外に出たら雫世界だった。何か変わったことはなかったの？変わったこと、スマホに変なメッセージが残ってた。最初は私もこのいたずらをした人が私をこの世界に連れてきた犯人だと思ってたけど、
誰かが青を雫世界に招いたのかな。あの時のスマホも空に浮かぶあいつと関係あるのかな。ちょっと青、うん、せっかくの休みなんだからたまにはどこか遊びに行ったら。うん、まったくゴロゴロしてばっかりだと太るわよ。話をしていたことがあったような。かつての会話の思い出ということでしょうか。思い出すと楽しかったな。いろいろ大変なこともあったし今もそうだが。あの構造物とは全く関係ないみたいだけど、でも少し温かい気持ちになったわ。なんでこんな思い出が。ああ、顔熱。先行こう、先。私と同じくらいの高校生がなんとかって世界大会で優勝したとか、そんな話。いいな。ふとそんな言葉が口をついて出て、自分でもなんでそんなこと言ったのかわからなくて。そんなわ
マを言うつもりはない。ああいう人たちはたくさん努力してる。けど私は何もしてない。羨む資格はない。でももし私に何か誇れるものが一つあれば、それさえあれば私だって。なんて、それも結局ただのわがままでしかないのかもしれない。じゃなくてこの世界の記憶だね。ライムもいるんだ。ってことは本当に最近のやつだよ。うん、こんな風に話したことがあった気がする。どうしたのライム。いやね、思い出って基本的に過去のものなんだよ。どうでもいい思い出は忘れるでしょ。その中でも忘れないもの、それが一番大切な思い出なの。何が言いたいの。新しい記憶なのにこうして心トープにあるってことはだよ。あんな何気ない瞬間でも実は青ちゃんはものすごく大切に思っていて。そんな細かく説明しなくていいから。勇気の時も似たようなことがあったな。ちょっと。ここまでいろいろな思い出を見た気がしますけど。あの構造物については謎のままか。いや、待ってください。私あれを知っている気がします。え？どういうこと。いや、ごめんなさい。確かなことは何一つ言えないのですが、存在を見た瞬間から何か
胸に引っかかるような感触があるんです。ウタチンはまだ記憶を取り戻していない。ウタが記憶を取り戻せば、あれについて何かわかるかもしれない。でも待ってよ、駒川さんの心トープに行ったら。そうだね、またクラックが発生する可能性がある。どうする？今のウタちゃんなら大丈夫。私はそう信じたいよ。過去と向き合う、そのために私たちもウタに話をしてきたから。私たちはずっと悩んでたウタちゃんを見てきた。悩むってことはそれだけ真剣に考えてるってことだと思うんだ。私はあの時、星崎さんの心トープに行こうという話になって少し安心してしまったんです。よかった、私じゃなかった。それで皆さんの迷惑にならなくて済むって。でもそれじゃダメなんです。やっぱり私も行かなくちゃいけない。ウタさん、もう一度行かせてくれませんか。私は私の過去と向き合いたい。私からもお願い。あの時とは違う。私たちも、ウタさんも。私たちが先に進むには、全員が全員を信じないといけないと思う。それはきっと、ウタさんも例外じゃない。駒川さんとは、何度も戦いました。今でも受け入れられないことがたくさんあります。駒川さんは、間違いなく私たちの敵だった。それをなかったことにはできない。でも同じようにこの世界で過ごした日々もなくならない。そうですね、私はこの世界で共に過ごした駒川ウタを信じます。全員の力が必要か。わかった、ライムもウタちゃんを信じるよ。リベンジしよう、ウタちゃんの心トープ。私の方こそよろしくお願いします。私の心の中にあるあの構造物、それを知っているかもしれないウタさん。まさか私の心トープでこんなことになるなんて思わなかった。うん、ユズもびっくり。結局両方の心トープに行くことになったね。希望を見出すには全員の力が必要。もしかしたらそういうことなのかもしれないね。うん、感覚だけど私もそうなんじゃないかって